ゴールコンダ王国は16世紀初頭から17世紀末にかけてインドのデカン地方に存在したバフマニー朝が分裂してできたデカンスルターンアッサの一つであるイスラーム王朝クトゥブ・シャーヒー・アサとも呼ばれる首都はゴールコンダハイダラーバードゴールコンダ要塞から王領母を望むデカン高原一帯を支配したバフマニー・アサ その13代目のオムハンマドシャー3世の統治期に、テランガーナ地方で問題が発生したためスルターン、クリー・クトゥブルムルクが、同地方の総督として派遣された。クリー・クトゥブルムルクは、続くマフムードシャーからもいくつかの称号を授けられ、バフマニー朝の最小となった。1518年、彼は、独立を宣言してゴールコんだ王国を打ち立てた。そして、 王国の首都をゴール・コンダに定め、カーカティーや長期の古ぼけた泥の取り出を強固な石のゴール・コンダ要塞都市として再造営した。彼の後継者もその事業を受け継ぎ、数多くの強固な増築がなされた。クリーク・トゥブシャーは1543年にジャムシード・クリーク・トゥブシャーに殺害された。しかし、 1550年ジャムシードが死ぬと、その息子、スブハーン・クリーク・トゥブシャーは、ビジャヤ・ナガル王国に亡命していた、ジャムシードの弟イブラーヒーム・クリーク・トゥブシャーに撃たれた。ムハンマド・クリーク・トゥブシャーの肖像16世紀後半ビジャヤ・ナガル王国が圧迫してくると、イブラーヒーム・クリーク・トゥブシャーは、他のムスリム語王国と同盟し、1565年、 ビジャヤナガル王国軍をターリコータの戦いで撃破した。1580年にイブラーヒームが死ぬと、息子のムハンマドクリー・クッテブシャーが王となった。この王の治性化は、長らく平和で繁栄に満ちたものである一方、衰退するビジャヤナガル王国の領土にもたびたび侵入した。まさに、ゴールコンダ王国の絶頂期をもたらした王とされる。 1589年、ムハンマド・クリー・クトゥブシャーは、ムーシーカワ周辺が豊かな緑に覆われた土地である、ことに目をつけ、そこをゴールコンバ王国の王都に定めた。有名な言い伝えによると、そこには、チチェラムという村が存在したが、彼はこの新しい王都の名を、愛してやまなかった、美しい踊り子であるバーグマティーにちなんで、バーグナガルと命名した。王からの、 この贈り物に驚いた彼女は、ムスリムに回収して、自身の名を、ハイダル・マハルという以前と、全く異なる、ムスリム名に改めた。しかし、王は、めげることなく王との名を、ハイダラーバードと改めた。1611年に王が没すると、おいのスルターン・ムハンマドク・トゥブ・シャーが王座を引き継ぎ、1614年に、ビジャヤ・ナガル・オーベンカタ二世が死ぬと、彼は、 王族間の内乱にも介入するなど、ビジャヤナガル王国に対しての圧迫を強めている。アブルハサン・クトゥブシャー1626年に、スルターン・ムハンマド・クトゥブシャーが没すると、ムガル帝国の圧迫により、ゴール込んだ王国は徐々に衰退へと向かっていくが、滅亡までにはさらに60年の歳月を要し、二人の王、アブドゥルラー・クトゥブシャー。 およびアブルハサンクトゥブシャーがこの王国の末期を飾った。ムガル帝国の反と拡大政策により、1687年、ゴールコンダ王国は、アウラングゼーブ皇帝式の第三次遠征軍の大攻撃を受けた。ゴールコンダ王国軍は、南高フラクのゴールコンダ要塞に籠城して、長期にわたる、包囲攻城戦をよく持ちこたえていた。しかし、アフガニスタン戦士、 アブドゥラー・ハーンの裏切りにより戦局は一転。彼は、遠征軍に内通し、同年9月21日早朝に、守備兵員が手薄となっていたキールキー城門から、密かに、ムガル帝国軍を迎え入れた。ゴールコんだ王国守備軍は、完全に、無防備を襲われ、防御線をたたく間に破られてしまう。かくしてゴールコんだ要塞は、この年ついに、 アウラングゼーブ庭園西軍の前に陥落する。これは、同時にゴールコンダ王国の滅亡でもあった。ゴールコンダ王国の統治期は、アーンドラ・プラデーシュ州における建築及び芸術の黄金時代であった。歴代ゴールコンダ王国の王たちは偉大な建築家であり、また建設をこよなく愛していた。彼らの統治期に、数え切れない宮殿や邸宅。 壮麗なモスク、そして数え切れないほどの湖やため池が造営された。これらは18世紀に帝国から独立したニザーム王国の下で活躍した。また、王国中央の王はアーンドラ・プラデーシュ州の在来言語であるテルグ語を保護し、教養階級の公用語であったアラビア語、ペルシア語、及びウルドゥー語と同様に奨励したことでも知られる。 スルターンクリークトゥブシャージャムシードクリークトゥブシャー。スブハンクリークトゥブシャイブラーヒームクリークトゥブシャームハンマドクリークトゥブシャー。スルターンムハンマドクトゥブシャーアブドゥラークトゥブシャーアブルハサンクトゥブシャー。ありがとうございます。